障害者雇用枠でで週4日20時間勤務です、はいはい、入社半年以上経過して職場にも満員電車の通勤にも慣れ,慣れて OK, OK 勤怠も比較的安定してきました。おお、いいんじゃないですか。週24時間に延長を希望しているのですが人事の情長から勤務時間延長しても大丈夫なエビデンスの提出を求められています。難しいこと言いますね。 人事の担当は、できるだけ希望を叶えてあげたいと言ってくれていますが、月に1から3回欠勤してしまうのが不安定のようですと。うん、どうどうかな。まあ一番あり得るのが医者じゃないですかね。えっと、基本的に、まあ主に障害者雇用とか、あるいは副職の,の時もそうですけれどもね、一般、一般枠とかでも。 えと副職の時もそうですけど、医者が大体このぐらいの時間は働けるんじゃないですかってまあ書いてくれますよね。まあ、それがやっぱり一番強いエビデンスになるんじゃないでしょうか。だからそれは医者が何でその何十時間っていうのを言えるのかって言われると、多分医者の中の,この脳内コンピューターで大体このぐらいって書いてると思うんですけど、はい、そこまで根拠はないと思うんですが、まあ、でもね、人事にパッと見せるのはそれじゃないですかね。まあ、あとは、えっ、ー、と、 うん、ちょっとあとはちょっと自分の中で少し工夫するしかないのかな、うん例えば、だから、まあ、あの、復職の時もやりますけれども、本当にリアルには職場に行ってないんだけど、職場の近くの図書館とか、えっ、ー、と、喫茶店で時間潰して、そこの、あの、通勤の時間をちょっとな、あの、えっ、ー、と、取っておくっていう。だから、9時からに行って、えっ、ー、と、16時に帰ってくるところを、 職場は16時で退出するんだけど、16時半とか17時までその周辺にいてみて、で、それをこう積み重ねて何、えー、と何週間とか何ヶ月かやってみて、ああ、これだったらいけそうみたいな、まあ、そういったことをやるのはちょっと自分の中の工夫かもしれないですね。うん。ぐらいかなと思いましたけど。